サケちゃん全然動じない。あれ、めっちゃ触ってる。あれ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 、どさくさに紛れて肩いった。あ、やばい、肩いっただここでだんだんやしたもあい、しんどい一つ気になってしんどいな。恋バー復刻版准拼回归了，剪掉十年辫子，告白结局爆洋葱。最後の恋って感じ。やばい、なんか泣きそうなんですけど、すごい展開だね。日本成熟系恋综《爱在山林间》招来35到60岁亦或是结过婚的素人进入深山寻找人生最后的恋爱，而且类拍摄手法是恋爱巴士回忆杀，音乐用了《新好男孩》主题曲，当年搭过粉红巴士的准拼也回归，等于是不移动的恋爱巴士啦。ここまでだよね。雷を利用する男ね。まあ、そもそもコンビデイのヨガインストラクター。どっちかっていうのがなんか、いや二人ともいいですよね本当に。同居生活中，超商店员刚叶心仪对象是室内装修师准平，但是准平心仪瑜伽老师优子，优子的心也另有所属，形成微妙的三角关系。ゆうこにさ、ゆうこにゃゆうこにゃ。ゆうこにゃ。呼んでくる？ほら。おお。イエーイ。学習しました。お前どけ。ちょっと迷わないけど。そうだよね。ちょっと難しい。避けちゃう。あれ、めっちゃ触ってる。あれ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 、どさくさに紛れて肩いった。あ、やばい、肩いっただって。なんか自分の気持ちだけ伝えればそれでいいと思ってたんですけど、しんどい一つ気になってしんどいな。告白を決意したら愛の鐘を鳴らし、意中の相手に思いを告げる。おお、めっちゃ強い。私は凛平が好きです。明日思いっきり振ってくれていいんで返事を聞かせてください。はい。おー、何を考えてるか。生活を共にしていくうちに、なんか、うん、僕らの素を見れなくて、正直距離が縮められなかった。で、そうしてるうちに他の女性住民に気になる人ができてしまって、それは変えなきゃだなと思ってずっと悩んでて。え？え、何？え、何？え、あれ何の時に切るって言った？もしなんか自分が、うん、例えば純平と付き合うことになるとするじゃん、うん、そしたらでもその髪型ってさ、うん、ずっと今まで彼女と付き合ったわけじゃん。だからなんか切ってこう、うん、新たじゃないけど、ね、うん、の純平と付き合いたいかなって思う。ありがとう。来るわ。え？いや、人でいいよ。この上。いいよ。ありがとう。これからは俺の彼女としてそばにいてください。俺はおかゆが大好きです。あら。二人の場所長すぎて足りない。